物の木に登り爪を研ぐ猫。猫の授乳猫は、競技には、食肉目猫か猫族に分類される、リビア山猫が家畜化された家猫に対する、通称である。犬と並ぶ、代表的なペットとして、世界中で飼われている。抗議的には、山猫や、猫か動物全般を指すこともある。家猫の起源は、ネズミを捕獲させる目的で飼われ始めた。 リビアヤマネコの家畜化である。リビアヤマネコは、独立種、フェリス・リベカ・フォースター、1780とされることも、あるが、ヨーロッパヤマネコの亜種、フェリス・シルベストリス・リベカ・フォースター、1780と申される。その場合、家猫を含むヨーロッパヤマネコの学名は、記載が古いフェリス・カタス・リンネウス、1758となるのが、命名法上の原則である。 しかし、これを原則通りに運用すると様々な支障が出ることから、2003年にアイクスンの強権により、フェリス・シルベストリス・シュレバー1777を、家猫を含むヨーロッパイアマネコの学名として使用できることが認められた。つまり、ヨーロッパイアマネコの亜種としての家猫の学名は、フェリス・シルベストリス・カタス・リンネウス1758とすることができる。 なお、家猫を、ヨーロッパ山猫と別種として扱う場合には、家猫の学名は、フェリスカタスが正しい。一方、抗義の、猫は、猫類の一部、あるいはそのすべての包括的分類を指し、家畜種の家猫に加えて、抗義の山猫類を含む。特に学術用語としては、英語の、キャットと、同様、虎ラやライオンなどといった大型種を含むすべての、 猫化動物を刺すことがある。以下、本校では突起なき限り猫イコール家猫として解説する。家猫の原種とされる、リビア山猫家畜改善の特徴を維持している。南アフリカ共和国、ハウテン州、ヨハネスブルグ動物園。家猫は、形態学的分析を、主とする伝統的な生物学的知見によって、以前から、 ヨーロッパ山猫のアシュリビア山猫フェリス・シルベストリス・リベカが原種とされてきた。20世紀後半から発展した分子系統学などによる新たな知見も従来説を裏付ける形となった。米独などの国際チームによる2007年6月29日のサイエンス誌への発表では世界の家猫計979匹をサンプルとした。 ミトコンドリア DMA の解析結果により、家猫の祖先は、約13万千年前に、中東の砂漠などに生息していた、アッシュリビア山猫であることが判明した。愛岩用家畜として、同じく一般的な犬科にスループスファミリリスに比して、猫は飼育開始の時期が遅いが、これは家畜化の経緯の相違による。犬は狩猟採集民に、猟犬や番犬として、 必要とされ、早くから人の社会に組み込まれたが、猫は、農耕の開始に伴いネズミ害が深刻にならない、限り有用性がなく、むしろ狩猟者としては、競合相手ですらあった。その競合的捕食動物が人のパートナーとなり得たのは、穀物という、一定期間の保管を要する食害を受けやすい財産を人類が保有するようになり、 財産の番人としての猫の役割が登場したことによる。また、伝染病を媒介するネズミを駆除することは、結果的に薬病の予防にもなった。さらに、記録媒体として紙など食害されやすい材料が現れると、これを守ることも期待された。日本には、平安時代に倉庫の穀物や、経典類の番人として輸入されたことにより、 トライしてきたものと考えられてきたが、近年の研究では、移入期が、紀元前2世紀の弥生時代まで遡る可能性が出てきた。農耕が開始され集落が出現した、時期の中東周辺で、山谷で、ネズミや野ウサギを追っていた猫が、ネズミが、数多く集まる穀物の貯蔵場所に現れ、住み着いたのが、始まりと考えられている。穀物には手を出さず、 それを食害する害獣、害虫のみを捕食することから、双方の利益が一致し、穀物を守る猫は液獣として大切にされるようになり、やがて家畜化につながった。初めて人に飼われた猫から、現在の家猫に直接血統が連続しているかは、不明確。最古の飼育例は、2004年4月に報告された、キプロス島の、 約9500年前の遺跡のものである。墓は、約30歳の高貴な人物のもので、人骨から約40センチメートル離れて、埋葬されていた。キプロス島には野生の猫か動物は分布せず、人が持ち込んだものと考えられている。また、今日の家猫の直接的、系統的起源は明らかではないが、紀元前3000年頃の古代エジプトで固定化された。 ものと言われている。紀元前1600年頃の古代エジプトの王墓に描かれた猫の壁画が確実な証拠である。なお、猫科の祖先は、ミアキスという約6000万年前の中型肉食獣に遡る。ミアキスの特性に近いままプロアイルルスを経て進化した種が猫であり、平原に出て集団狩猟を行う種を経て、現在の姿に進化した種が犬である。 猫の体の構造を赤イコールあるジに呼吸器系、緑イコールあるジに消化器系、金色イコール神経系とその他体の大きさは、厳正する。猫科の他のほとんどの動物に比べて小さく、体重は2.5から 7.5kg の範囲に、収まるものが多いものの、大型のものでは、体長 75cm、お長 40cm、肩高 35cm に達する。 非常に優れた平行感覚に、柔軟性と瞬発力の極めて高い体の構造を、武器である鋭い鍵爪や牙を持ち、足音が非常に小さく、体臭が少ないことも挙げられる。噴部が突出していない丸い頭部を持つ。猫は1歳くらいになると生殖可能年齢を迎え、5歳くらいで落ち着いた雰囲気を醸し出し、7歳あたりから、 高齢期に差し掛かり、20歳超えは、かなりの長寿とされる。屋外で暮らさなければならない野良猫と人間に、室内で飼われている、猫の寿命には、歴然とした差がある。前者は、多くの点滴や事故、怪我、病気や、それに伴うストレスにさらされており、大学機関や自治体関連部門によれば、野良猫の寿命は3年から5年と言われており、その大半が、 子猫のうちに死亡する。猫の年齢を人に換算すると、室内猫の場合は、例として1歳で人間でいう17から20歳、2歳で23から25歳、以降は1年ごとに4、5歳ずつ比例していく計算となるが、成熟期が短く中年期が長いため単純な比較は、できない。コビーを代表するペルシャ。丸みを帯びたシルエットは、ぬいぐるみのようである。 オリエンタルを代表するシャム。獅子は長く、肩幅は狭い。猫は骨格や筋肉のつき方、足の長さなどによっていくつかの種類に分類することができる。コビーと呼ばれる種類は、短い胴にがっしりとした肩や腰、やや短めのを持ち、この代表とされるのがペルシャである。一方、逆三角形の顔に長い獅子。 無知のようなを持つオリエンタルというタイプを代表する種はシャムである。この2種の間を分割し、セミコビー、セミフォーリン、フォーリン、そしてそれらの種類とまた違うロングサブスタンシャルという種類を加えた6種が猫の体格に関する基本的区分である。猫の体は非常に柔軟性が高い。関節が緩やかで筋肉や人体も柔らかいため、 頭の周り以外は体のほぼすべての場所を自分で舐めることができる。特に肩の関節は可動性が高く鎖骨は退化しているが小さいながらも存在しており筋肉で繋がっている。これらは高いところから着地した場合の衝撃を吸収することに役立っている。また内臓を前後に移動させることができこれを利用する形で 狭い場所を通ることができるよう体の幅を自在に調節することが可能となっている。待ち伏せ型の肉食獣である猫は俊敏な運動能力を持っている。瞬発力が高く、跳躍力にも長けている。跳躍力はおよそ対抗の5倍程度のところに飛び上がることができる。走るスピードは最高でおおよそ時速4 8トルと、 言われ、瞬間的に最高速に達するが長くは続かない。その運動能力にもかかわらず、猫が自動車に惹かれることは多いが、それは、運動能力の問題ではなく、想像を超える大きさの物体に突然、遭遇してしまった時、判断力を失ってその場で、体の動きを止めてしまうからであるとされるが、異説もある。平行感覚を司る三半規管の能力とは、 別に、猫には、小脳の視覚による、優れた水平線検出能力が備わっており、これによって、三半期間が出張した状態でも、成功反射として、空中で正しく上下を判断した上で四本の足を、使い着地を行う。2から3メートル程度の高さであれば、毛が一つ追わずに飛び降りることができる。犬かきで泳げるが、 水に入ったり水に濡れることを嫌う個体が多い。紐は品種により様々な毛色や毛質のパターンを持つ。同品種でも多様な色彩や模様を持つ珍しい動物である。毛色や毛質の決定には遺伝子の働きによるところが大きいことがわかっているが、遺伝子がどのように活性化、不活性化するかなど不明な点も多い。毛色は 子宮内の状態にも影響を受けるとも言われる。例えば、世界初のクローン猫 CC の毛色は遺伝子が全く同じにも関かかわらず、クローン親のものと異なっていた。毛色を司る遺伝子はすでにいくつか解明されており、色を薄める大流と遺伝子や紐に縞模様を描く旅遺伝子などの存在が知られている。品種によっては突然変異体の遺伝子や、 反省遺伝子の存在もあることから生まれてくる子猫の毛色、毛質などをおおよそ判定することは可能であるが不明な部分も多い。シルバー・ブロッチド・タビーのアメリカン・ショート・ヘアブロッチド・タビーはアメリカン・ショート・ヘアの要件ではないが日本でアメリカン・ショート・ヘアというとまずシルバー・ブロッチド・タビーの個体がイメージされる。ミケネコほとんどがメス これらの遺伝子の組み合わせによって複雑な模様を形作る。これら以外にも経路を決定する遺伝子もあり、解明されていない遺伝子も多数存在する。大遺伝子及び対立遺伝子大遺伝子は X 染色体上にあることが分かっており、このため両方の遺伝子を持つ猫は通常メスであり、オスでは染色体以上、またはモザイク染色体の猫だけである。 両方の遺伝子を持つ猫はトーティシェルあるいはトーティアンドホワイトまたはキャリコと呼ばれるがこれらの猫にオス猫が珍しいのは染色体以上の猫が非常に少ないためであるノンアグーティ遺伝子はー遺伝子よりも上位であるためノンアグーティを2つ持つ猫には通常マ模様は見られないー遺伝子を持つ猫には 小猫の時などにうっすらと縞模様が現れることがあり、ゴーストマーキングと言われる。全身が白い白猫は、通常において、白色遺伝子の持ち主である。CS 遺伝子は独特の遺伝子で、本来は、色素の出現を抑える役割を持つが、温度が低いとその働きが抑制される。そのため、これを持つ猫は、 温度の低い体の末端部のみに色素が出現し、シャム猫のようなポイント模様が現れる。温度が低い環境でも色素が出現し、色が濃くなる。白髪を発現させる遺伝子のうちの白色遺伝子は、すべての色に対して優勢であるため、これを持つ猫は、他の遺伝子に関わらず、白猫になる。猫の目。顔の大きさの割に大きい。顔の大きさの割に、 かなり大きな目を持っている。他の動物における幼獣の目の大きさの比率に近く、これが猫を可愛いと思わせる一因にもなっている。生態死するのに有利な前面に眼科が開いている。このことは、猫と人に共通の身体的特徴で、目による感情表現が豊かであることも意味し、これが人が猫に対して抱く親近感の理由ではないかとも考えられている。 視覚については、特に対象の動きを捉えることを得意とする。8メートルくらいの距離ならば、人間の顔を識別することが可能である。20メートル以内のものであれば、じっと見ることによって、距離感をかなり正確に測ることができる。シャム系の猫の場合、立体視力に問題がある場合があるが、品種改良の結果、このような猫は、多くない。動向は、 人間と異なり縦に細長くなっており、これは、瞬時に、瞳孔の大きさを変えることに有利という説や、野生状態で、草むらのような縦長の視界で視覚を働かせるのに、有利と考える説がある。瞳孔は調整の範囲が広く、明るいところでは細長く、暗いところでは目いっぱい開いて、光の入る量を多くすることが可能なため、暗所での視力は良い。時計が、 一般的でなかった時代、猫の目の瞳孔の広さは時間帯によって変わり、時間が真昼に近づけば近づくほど、瞳孔の広さは狭くなり、逆に真夜中に近づくほど、広くなることを利用して、時間を知ることが行われていた。これとは別に、獲物などに狙いを定めてから飛びかかるまでの間も、非常に大きく開く。子猫の瞳。他の多くの夜行性動物と同様、 猫の目には、輝き板と呼ばれる層が、網膜の元に備わっている。この層が光を反射するため、入射光と反射光の両方の光が網膜を通過することになり、わずかな光でも物を見ることができる。この反射光のため、暗所で観察者側から照明を当てた時目が光って見えることがある。この現象は鹿などの野生動物でも同様であり、 ライトで照らして光って見えた目の数で個体数をあり出すライトセンサスにも利用されている夜でもよく見える猫の目は非常に敏感でフラッシュ撮影をしたりすると嫌がったりストレスを与えることとなり目を痛めてしまう可能性もあることが指摘されておりプロカメラマンは猫の撮影の際にはフラッシュを控えるか外付けフラッシュで猫ではなく 天井に向けて光らせるなどの方法を進めている。二色型色覚だが、色の識別は困難である。三色型色覚の青と緑と赤を、一応は認識できるが、赤の場合薄いピンクにしか認識できない。窓科膜が、割と大きく、体調の悪い時などに、眼球の前に出てくることがある。目が開いてから、授乳期後半頃までの幼猫は、 やや外斜視である。目の色をドアイ。この個体では、左目が暗色、右目が青になっている。交際が大きな割合を占めており、人間でいう白目は、面積が非常に狭く、通常見られない。猫の目の色、といった場合、交際の色を指す。目の色は、色の濃淡などの違いがあるものの、概ね以下の4種類に分けられる。青い目は、 白猫とシャム系の猫に多く、白猫の場合は高い割合で聴覚障害を持っている。白猫の場合は、オッドアイと言われる、左右の目の色が違う場合も多い。この場合、青い目の側の耳に聴覚障害を抱えることがある。一方が黄色で、もう一方が、黄身の、ない淡銀灰色、あるいは単性色というオッドアイは、日本では、 金目銀目と呼ばれ、縁起が良いものとして珍重されてきた。これらの目の色の違いは、交際におけるメラニン色素の量で決まり、色素が多い順にカッパー、ヘーゼル、緑、青となる。人間など、他の哺乳類の目でも同様である。色素の量の違いは、もともと生息していた地域の日光量の違いに由来すると言われるが、交雑の結果、 現在では地域による違いはほとんどなくなっている。シャムネコの青い目は北アジア由来と言われ、熱帯の大原産のシャムネコであるが、先祖の目の色に由来するという。生まれて間もない子猫の場合、品種に関わらず、交際に色素が沈着していない場合が多く、青目に見えることが多い。これをキトゥングルーという。生後7週間くらいから交際に色素がつき始め、徐々に、 本来の目の色になっていく。猫の五感で最も優れているのは聴覚である。過聴周波数は 60Hz から 65kHz とされ、犬の 40Hz から 47kHz、人の 20Hz から 20kHz に比べて高音域に強い。これはネズミなどが発する高音に反応するよう適応したためと言われている。白猫は聴覚障害の割合が多い。 耳は片方ずつ別々に動かすことができ、異なる方向の音を聞き分けることができる。そのため、思考性が強く、音源の場所をかなり正確に特定することができる。音の聞き分けの能力も高く、例えば飼い主が帰ってきた足音を判別することは簡単にできる。これらの能力は夜間に待ち伏せ型の狩りをするのに適応し発達したものと、 考えられている。耳の動きは感情にも左右され、特に猫が怯えている時や不満を感じている時などは、耳は後ろ向きに伏せられる。スコティッシュフォールドという俺耳が特徴の品種もある。猫の花々は他の動物に比べてそれほど優れているわけでもないが、それでも人と比べれば数万から数十万倍と言われる嗅覚を持つ。体のバランスに比べて、 小さくできているが、腔内部は凹凸に富み、大きな表面積を生み出しているため、小さな花の外観だけからは予想できない、優れた嗅覚がある。猫の鼻紋また、猫の花は個体によって異なる模様を持っており、これは鼻紋と呼ばれ、人で言うところの指紋と同じものであり、個体の識別に用いることが可能である。嗅覚の優れた動物の代表である犬とは、 狩りの方法が異なり、嗅覚を狩りに利用することは、ほとんどなく、猫の嗅覚は、食物の春別や縄張りの確認に主に使うと、考えられている。猫は、砲線や肛門線から出る、分泌物や、尿などによって、自分の匂いをつけ、縄張り、あるいは、仲間同士のコミュニケーションのために臭いつけをする、行動を、飼い主や他の猫に対して行う場合がある。 例えば、猫が飼い主の足に顔をすり寄せるのは、鉱線などから出る分泌物をつけ、自分のものというマーキングをしているわけである。フレーメン反応自分の匂いで、フレーメン反応を示す、猫フェロモンを感じる器官が、口内の上顎にあり、ヤコブソン器官という。フェロモンを感じると口を半開きにし、目を半分閉じて笑っているような表情を示す場合があり、 これをフレーメン反応といい、フェロモンを分析している行動である。これにより、主に相手の猫がどういう状態にあるかを分析する。また、毛づくろいで自分の肛門の周囲を舐めた時にも、この反応を示すことがある。マタタビの果実や犬発火の匂いを嗅ぐと、猫は甲骨として身もだえるような反応を示す。これは匂いに含まれるマタタビラクトンや、 ネペタラクトンなどの物質に、ヤコブソン器官が反応し、猫に透水感をもたらすためと言われており、これは、猫科全般の動物に起こる反応である。絶絶で、他の猫を舐める、社会的グルーミング自体は薄く締まっており、表の面には、多数の針状突起があって、ザラザラしているが、これは骨についた肉をしゃぶり取るのに適応したものである。この突起は、 毛袋や水を飲む際にも役立つ。この特質と形状を模して、パソコンのポインティングスティックには、猫の絶情のものが製品化されている。また、掃除機のゴミ圧縮ブレードにも応用されている。この市場乳頭と呼ばれる、突起の形状は管を半分に割ったような形をしており、そこに唾液などを含むことができることが解明された。熱い食べ物が苦手な人を、 猫舌と俗称するが、猫のみが特に熱いものを嫌うというわけではない。野生動物は山火事などの後に死肉を漁るくらいしか熱を持った、食物を口にする機会がなく、全般的に熱いものに慣れていないためである。猫科の動物に共通する特徴であるが、未来が他の哺乳類とは異なっており、甘みを認識することができない。アメリカのモネル。 ケミカルセンシズセンターとイギリスのオールサム、センターフォーペットニュートリションの両所の科学者たちが行った研究において、砂糖を含んだ水と普通の水を数十匹の猫に与えたところ、どちらの水も同程度飲んだことが確認された。それ以前の研究で猫が砂糖に関心を持たないことは示されていた。彼らは、 猫の DNA を調べ、甘みを受容する器官を構成する2つのタンパク質のうちの1つである t 1 r 2に対応する遺伝子の欠陥により、その器官をもはや作ることができないことを見出した。1匹のライオンと1匹のチーターの DNA でも同じ結果を確認した。また極端な肉食性が砂糖に対する味覚を無関係のものとし、 甘みの需要期間に変異を生じさせることを許したということを提唱している。猫のような肉食動物は、糖心性の酵素活性が高く、タンパク質から分解されて得られた、糖源性アミノ酸から糖心性を行って、体内で必要な糖分を生成している。アミノ酸に対する反応が強く、特に苦味を認識する未来は多くある。 これは、アミノ酸が腐敗した時の苦味を強く感じることによって、不肉を食べることを避ける役割を担っていると考えられている。猫の食物に対する思考は、これらの未来の構成の違いが要因の一つと考えられている。永久馬への生え変わり猫の牙は、生後2ヶ月から8ヶ月で乳歯の脇から永久歯が生え始め、やがて乳歯が抜け落ちる。 各部位のヒゲの名称前種のホラケ猫のヒゲは感覚器として重要な役割を果たしており、猫を象徴する特徴の一つとしてその印象を大きく左右する。品種や個体によってその数は異なり、少ないもので6から8体、多いもので27つい程度と幅広い。スフィンクスのように口ヒゲがほとんどあるいは全くない個体がいる品種もある。猫のヒゲは、 毛根部分に感覚神経や血管が密に分布しており、非常に鋭敏で、先端に何かが少し触れても感じ取れる。髭の状態は、猫の感情によって変化する。例えば目の前にあるものに、好奇心を持つと、髭は前に向き、怯えている時はぴったり方にくっつくことが多い。口の周りだけでなく、目の上、顔の横にもあり、それらの先端を結ぶと顔を一周する。 大きな円になり、これで狭い通路を通り抜けられるかどうかを判断できるので、獲物の追跡、敵からの闘争に重要な役割を果たす。ヒゲは生え変わるが、無理に抜くとひどい場合はストレスで死んでしまうこともある。ヒゲ以外のホラゲは、全種の関節付近の裏側に生えている。長さは若いほど長く、年を取ったものほど短い。 尾はおおむねその胴体ほどの長さであるが、ジャパニーズボブテールやクリルアイランドボブテールのように、極端に短いものや、マンクスのように尾がない個体もある。尾の役割は、感情を表すほか、走行時や跳躍、着地の際に体のバランスを取る役割がある。家猫については、尾がなくても行動にほとんど支障はないと考えられている。従来の日本産の猫は、 世界に現存するほとんどの猫に比べ、ジャパニーズ・ボブ・テールのように尾は、半分以下もないことが普通であったが、戦後以来日本在来の猫に、海外の猫の血統が混入し続けた結果、一部地域を除くほとんどの場所で、尾の長い個体が大半を占めるようになっている。長崎県を中心とした九州地方全域において、尾が極端に曲がった個体の存在が報告されている。 尾骨が極端に湾曲した個体は、東南アジアの個体に顕著に見られる特徴であり、長崎県を中心としたを曲がり猫は、明治以前の出島交易時に、東南アジアの個体が長崎に持ち込まれ根血した結果であると見られている。尾は、脊髄と直結しているため、非常に痛覚が強い。よって、を思って引っ張ったりするとおとなしい個体でも抵抗する。 また猫の尻尾を強く引っ張ると内臓に障害を起こしたり脊髄に損傷を起こしやと足などに障害が発生することもある。首の裏を加え子猫を移動する親猫。襟首と呼ばれる首の後ろの皮膜は通点が鈍化しており、親猫が子猫を運ぶときここを加える。この特徴は性病になっても残るため、性病でも人がここを掴んで持ち上げることができる。 持ち上げなくとも、襟首をつかむだけでおとなしくなる傾向があるため、気性の荒い猫や野良猫を扱う際に有効である。これは、母猫が危険を感じた時にしか使われない方法のため、猫は緊張して動きを止めていると考えられている。母猫が子猫の襟首を加えて持ち運ぶことがあるが、これは加えても子猫に悪影響のない場所を、母猫は、 本能的に知っているからできることであり、人間はその場所を知らないため、むやみに襟首を掴んで持ち上げると猫の首を締めてしまうことになりかねない。また、筋肉に悪い影響を与えるという説もあるので、襟首だけ掴んで性病を持ち上げることは避ける方が良い。指足症により7本の指がある、後足猫の指の数は、通常前肢が5本、後肢が4本であるが、 多指症という奇形が頻繁に見られ、多指症の猫は、ヘミングウェイの猫のように後足に5本、あるいは前肢に6本というような猫も少なくない。前肢、後肢に角7本、合計28本の指を持つ猫が、世界一種の多い猫として、ギネスブックに記載されている。木に登る猫。鍵爪は、トイレ、鋭さを保つ。爪を自由に出し入れできるので、 鋭さを常に保持でき、チーター以外の猫科動物に共通する特徴である。樹状性の傾向が強く、木登りをしたり、高所も移動するが、頭を下にして降りるときに爪が引っかからない指の向きであり、降りるのは得意でなく飛び降りることが多い。ちなみに人に爪を立てることがあるが、動くとさらに食い込むため動かず、離すのを待つ方が良い。不意打ちを食らうと、 肛門脳から臭い匂いを発することがある。日本では、猫の鳴き声は、ニャー、ミャーなどの擬音語を用いるのが一般的。アメリカでは、ミャオを、イギリスでは、ミャオを、ドイツでは、ミャう、フランスでは、ミャオ中国では、ミャオイタリアでは、ミャオなう、なうと表す。ミャーとは異なるものとしては、以下のようなものがある。 カモメの鳴き声はしばしば猫のそれに例えられ、英語ではミュウという猫の鳴き声を表す単語はカモメという意味も持つ。日本語でもカモメの一種に海猫と名付けられた鳥がいる。猫の鳴き声いわゆるニャーという鳴き声は子猫が親猫に対して注意を引くための鳴き声であり、自然界で大人の猫がこの声で他の猫とコミュニケーションを取ることはない。 人間に対して大人の猫がこの声を発するようになったのは人間の気を引くためとされる。喉鳴らし他の猫か動物にも見られる。ゴロゴロと喉を振動させる音のメカニズムには複数の説があり、はっきりとしていない。この音は親子間のコミュニケーションにも用いられる。ライオンやトラなども含む猫か動物全般は喉をゴロゴロと鳴らすことで知られているが、これは 生体からではなく、強行の一部から発せられる音である。一般的には、飼い主や懐いた人に撫でられるなどしてリラックスしている時に、この反応が見られるが、体調が悪い時や、出産時、死ぬ直前にも喉を鳴らすという。これらの行動の意味は未だにはっきり解明されていないが、普段から低周波の音を発生させることで骨格を丈夫にする。 苦しい時に痛みを緩和し、呼吸を楽にしている、などの説が存在する。クラッキング猫が、カカカのように歯を打ち鳴らしているような音を出す現象を、クラッキングと言い,い、猫科の動物でも、猫だけが発するものである。小声を出しながら行う個体もある。知能は哺乳類の中でも高い部類に属し、 人間とのコミュニケーションもかなりできることが、犬と並ぶ愛玩動物の地位を獲得した要因となっている。根気よく繰り返して教えれば、ご飯、おやつ、遊ぶのような簡単な言葉を聞き分け、意味を理解できるようになる個体も存在する。俗に、猫は、頭が良い、犬は、賢いとよく言われるが、これは、知能というよりも、人間の都合から見た従順位さである。 また、メーン君などに代表される、体長1メートル前後に達する大型種は、人間に従順で時に、犬のように振る舞う。これは、猫と共通の祖先を持つ犬にも見られる傾向だが、大型種自体が少ない上に、犬の種別感ほどはっきりした、体格差はないことから、一般、特に、日本では、大型種の存在とその性格についての認知度が低い。 授乳中の猫種類及び地域により差はあるが、大体いい春並びに、夏の初めに発情、闘病を行う。メスの発情個体差もあるが、おおむね生後6ヶ月から12ヶ月で性的に、成熟し、その後、定期的に発情する。発情の周期についてはいくつかの説がある。猫は、長日繁殖動物のため、暖かい時期と日照時間が14時間程度になる。 時期に発情が来る日本では2月から4月と6月から8月に相当する。人工島も発情に影響するため、完全室内飼育の場合などは、発情期間が長めになることもあり、季節に関わらず年に3回から4回ほどの発情が来ることもある。発情期間は3から6日程度であるが、その間に交尾が行われない場合、10日ほどに伸びることもある。 発情すると、地面や柱、時には、人間の膝などに体をこすりつけるなど行動に変化が現れ、時には、意地でも外に出ようと暴れることもある。オスの発情メスよりやや2、3ヶ月程度遅れて、成熟するが、個体差が大きい。定期的な発情期はなく、メスの発情に誘発されて発情する。発情すると、 スプレーと呼ばれる特徴的な行動を行うようになり、オス同士の喧嘩も多くなる。また、稀にメスでもスプレーをすることがある。一部には、発情期にあっても鳴き声を上げない、あるいは泣いてもごくわずかである品種もあるが、求愛行動として、盛り声と呼ばれる、けたたましい鳴き声を上げる。この習性は、その声を騒音と感じて、迷惑に思う人間も多く、 飼い主との間で問題に発展することもある。交尾中の猫通常、交尾は、オスが、メスの背中に乗り、オスが、メスの首筋を噛んで、メスが逃げないようにして行う。猫の交尾は、相手が一匹に限定されるものではなく、機会があれば、オスメスともに、複数の異性と行う。そのため、同時に生まれた子猫の父猫が別の猫であることはよく、あることである。 オスの陰形には、トゲ状の突起が備わっており、この刺激によって、メスの排卵を誘発するため、妊娠率は、比較的高い。虚勢したオスでは、この突起が消滅する。北九州市立自然史、歴史博物館の学芸員、山根明弘によると30年以上調査が、継続している愛島の野良子猫の DNA を調べた、結果。 同じ集団で一番メスに近いところにいる強いオスよりも他の集団から来たオスの子猫の方が多いことが分かった。メディアを再生する猫の出産出産直後の猫。メス猫はおおむね2から6匹程度の子を妊娠する。ちぶさは4対8個あるのが一般的。妊娠期間は65日程度である。出産は一般的に軽く。 人や獣医師が手を貸す必要のないケースがほとんどである。子猫は出産直後は用水で濡れているが母猫が舐めて乾かし数時間でふわっとした毛並みになる。母猫は出産当日は授乳に専念し食事はあまり取らないようである。代わりに後山で出た胎盤を栄養分として食べることが多い。メス猫は 年3から4回の出産が可能であり、年2回の出産は珍しくない。授乳期間中であっても交尾、妊娠する。生後間もない子猫の性別の判断は非常に難しく、10位であっても80%しか判別できないとされる。生後4週でほぼ確実に判断できるようになる。一般にオスメスの区別は、 肛門と尿の出口の距離によって判別する。オスは長く、メスは短い。また、オスの場合には、将来陰尿として大きくなる前の小さな膨らみがある。生後2ヶ月にもなれば明らかに抗がんと判断できるほどになる。メスではこの部分が平坦になっている。オスメス双方を比較するとわかりやすいが1匹だけの場合は判別が難しい。 生後感もない子猫は自ら排泄はできず、親猫が排泄器を舐めることで刺激し、瓶や尿を排泄させ親猫が食べている。このため親から離れた子猫を人間が飼う場合には、排泄の補助をしなければならない。ぬるま湯を含んだガーゼで尻を刺激したり指で軽く叩くようにすると排泄を行う。 または流し台などでぬるま湯を流しながら濡れた指でお尻を刺激するようにすると清潔に洗浄ができる。特に人工乳を与えている子猫は排泄量が多いためこまめに行う必要がある。生後1から1ヶ月半でトイレでの排泄の練習を始める。猫の本来の食性は肉食性である。タンパク質や脂質を必要とし、 半野性的な生活を送っている猫は、生きたコケモノといった小動物を捕食し、また飼育下に置かれている猫は与えられた、牛肉、魚肉や人工飼料からそれらの栄養素を摂取する。ネズミやスズメなどの獲物を捕まえた際、その場で食べずに安全な場所まで運んでから食べる、習性がある。母猫の場合は子猫に獲物を与えることで、何が食べられるのかを教える。 特に生きたまま与えることで狩りの訓練をさせるという側面がある。飼い猫や地域猫の場合もよく懐いた人の元に獲物を持ち帰ったところを発見されることがある。猫草を食べる猫また、猫は塩幕など背の低い草を食べる習性があり、その理由は未だ明らかでないが、毛づくろいの時にどうしても飲み込んでしまって蓄積した体毛を草の繊維に引っ掛けて、 まとめて排泄するためとする説や、植物性のビタミンや養酸を草から直接摂取しているなどの説がある。どの猫にも共通しているのが、稲科植物を好んで食べるということである。その他オリズルランやテーブルやシなどの端子用植物の葉を食べることがある。ペットショップでは、飼い猫用に猫草として、塩爆の芽生えや種や栽培キットなどが売られている。 与えれば、ドッグフードも食べないことはないが、猫にとっての必須栄養素であるタウリンは、ドッグフードには、あまり多く配合されていない。猫は、タウリンの生合成能力が、極めて低いため、タウリンを摂取しないと、タウリン欠乏を起こし、失明したり心筋症を発症することがある。タウリンの安定的摂取を望めない状況が続く、場合には、獣医と相談し、 タウリンを含有する猫用栄養補給剤を処方、猫に服用させる必要がある。他、ビール酵母サプリメントやノンアルコールビールが好物であり、おやつ代わりに与えている例も多い。当然、アルコールが入っている通常のビールを猫に与えるのは厳禁である。乾燥した地域を進化上の故郷とすると思われる猫科は元来、飲み水量が少ない動物で、 体内で水を有効に使うために、尿の濃縮率が高く、濃い尿を出す。そのため、腎臓への負荷が高く、猫の病気の7から8割は、腎臓の病気である。特に塩分の取りすぎには、注意が必要である。また、水は、水道水が最も理想的である。一部ミネラルウォーターの香水に含まれるマグネシウムは、猫に対して、 高濃度に当たるため、腎臓などへの影響からも極力飲ませないように、するべきである。あくまで必要なのはバランスであり、過剰休児は、健康を害する恐れがある。妊娠した場合には5週頃から徐々に、食事の量を増やし、場合によっては専用の食事を与える。人間が日常において、思考、 摂取するものの中で、猫に対して有毒性を示す物品や物質や成分。基本的には市販のキャットフードなどを与えるのが好ましい。また、盗み食いにも注意が必要。現代において、ほぼ世界中に存在する家猫であるが、これは人為的に広まったのであり、それぞれの地域の生態系にとっては、外来種である家猫は、国際自然保護連合が、 リストアップした世界の侵略的外来種ワースト100にもランクインしており人間に持ち込まれた猫によって地域の固有種を含む生態系に影響を及ぼしている事例がある生物の絶滅の主原因は人間による生息域の破壊環境汚染乱獲だが多様性の危機において2010年代に入って猫は世界各地で自然保護において 驚異的存在になっていることが科学的に明らかにされて生きている。猫は人が集う地域における生息密度が高く、同サイズの野生捕食者より10倍から100倍に達することもあり、その影響力は自然界の捕食動物より大きい。世界各地の当初で絶滅した鳥類、哺乳類、爬虫類の14%は、 猫が主な原因で絶滅したことが示唆されており、これは捕食による絶滅の26%に当たる。家猫は本来狩りをする生き物であるため、十分に餌を与えられていたとしても、野生生物を捕殺してしまう。ジョージア大学のソーニャヘルナンデスが行った研究によれば、毎日餌を与えられている31匹の野良猫にカメラを取り付けて追跡したところ、 そのうち18匹が1日平均6.15匹の希少種ネズミを捕殺していた。アメリカでは猫によって毎年1億羽の小鳥が捕殺されているという研究結果も出ている。日本では沖縄県のヤンバルクイナや鹿児島県奄美大島の奄美のクロウサギなどの希少種が野猫に捕食され問題となっている。東京都の小笠原諸島では野猫により 当該地域を繁殖地とするカツオドリや絶滅危惧種で当該地域にしか見られない赤頭カラスバトなどが襲われていたが野猫を保護し当該地域から排除することで赤頭カラスバトの生息数を回復させたしかし一方で天敵の猫がいなくなったことで外来種のネズミが増え固有種の植物が食害により数を減らしてしまうこととなった ニュージーランドでも希少種の保護を目的として猫のみを排除してしまったことで、同様に希少種の天敵であった外来種ネズミが増加し、希少種の保護につながらなかった事例があることから、対策に関しては、個々の環境を精査に植え、猫だけでなく注意捕食種への対策も並行して、行うなどの効果的なアプローチを選択する必要がある。また、奄美大島では、 猫の捕獲事業で仕掛けた猫用の罠に保護対象の希少動物がかかり死んでしまった事例もあるため捕獲方法を再検討することとなった。一方、沖縄県入表島では野猫から入表山猫への猫エイズの感染が懸念されていたため野猫を捕獲した後に里親を探し上とするという活動に取り組んでいる。 ニュージーランドのスティーブンズ島における事例では、固有種であるスチーフン・イワサザイの最後の1羽が、東大マモルが飼育していた1匹の家猫に捕食されたことにより絶滅した。ただし、もともとスチーフン・イワサザイは、戦死時代にはニュージーランド全域に生息していたが、マオリとともニュージーランドに到達していた南洋ネズミによる捕食により、19世紀の時点では、 スティーブンズ等において、家猫が駆逐した15話しか確認されていない。また、スコットランドやハンガリーにも、同様の問題があるが、捕殺や捕食による影響だけではなく、スイスの山猫と家猫のように、菌種との交雑による固有種絶滅も危惧されている。猫が罹患する病気や遺伝的障害を挙げる。人と猫で同じように感染する、人畜共通感染症には、 代表的なものとして、狂犬病、トキソプラズマ症、パスツ、レラ症、結核、細菌性の腸炎、皮膚病、及びバルトネラ菌の感染症である猫ひっかき病がある。しかし、生来清潔を好む性質上に、猫に関する限り伝染の危険性は、低いと言える。猫の語源が、猫であるという説もあるほどに、家猫の睡眠時間は人間に比べて長い。 一般的に、猫は1日の大半を寝て過ごすと言われている。猫の飼い方の本などでは、一般に14時間程度とか16時間程度と、解説されていることが多い。また、長い猫では20時間程度眠るといった解説も多い。なお、睡眠時間が長い傾向にあるのは、猫科の動物、肉食動物に共通して見られる傾向である。 草食動物に比べて食物を得る機会に乏しい反面、その食物は草食動物の場合と比べて高カロリーであり、一度食物を得るとしばらくは食べる。必要がないため、何もしない時間帯は寝ることでカロリーの消費を抑えていると考えられる。外からの訪問者が少ない住宅で家族や近隣に可愛がられ、 餌が十分に与えられている安心できる環境だと、猫は長いものでは1日あたり20時間近くひたすら眠り続ける。ペットとして飼われている猫は餌を探しに行く必要がなく安全な寝場所も確保されており、特に何をする必要もないため安心して眠り続ける。寝ている時に時折、痙攣したり鳴き声を漏らしたりするが夢を見ているせいである。 主に子猫の頃の夢や、狩りをしている時の夢を見ると言われている。人により、屋内で飼われている子猫は特に睡眠時間が長く、書籍では20時間程度と解説されていることが多い。ほとんど眠っていて、たまに目を覚ますと母猫の土を吸い、その後ちょっと遊んでいたかと思うとまたすぐ眠ってしまう、というような状態である。また、子猫では、ほとんどが、 レム睡眠であると言われている。そのため、呼びかけたり触れたりすると目を覚ます場合がある。野良猫に限れば、外敵に対する警戒を怠ることができないため、睡眠時間は人に飼われている猫より、かなり短くなり、眠りも浅い。日光東照宮の眠り猫は頭を地面につけず、上げているが、その姿の時こそ熟睡していることが、研究により、明らかになっている。 腹部を地につけ、四肢を畳み、尾を体側に引きつけた上で、背を丸めてうずくまる、という猫の姿勢を、甲箱を作ると表現する。甲箱の蓋の丸く盛り上がった甲の形に由来している。甲箱座りは、前足を完全に折りたたんでいるため、特にリラックスした状態である。一方で完全屋内飼育の猫の場合は、 外敵に対する警戒の必要もないため、仰向けないし、それに近い姿勢でリラックスして寝る場合も見られる。同じ、猫科の野生動物においても、同様の姿勢が生態系の頂点に位置して敵が存在しないライオンにおいて見られる。猫のカギ爪爪とぎき登りにも、鋭いカギ爪は欠かせない。放し飼いの地域猫や、野良猫や野猫の,猫の場合は太い木の幹。 飼い猫の場合は、壁や柱などを引っかいたり、爪を噛んで引っ張って、爪研ぎをする。猫に限らず、狩りをする動物の多くに見られる行動である。研ぐのではなく、鞘を剥がして、鋭くし、いつでも狩りに使えるようにしておく手入れのほか、縄張りを、他の猫に対して示す意味がある。定義行動として行うこともある。 爪がない猫でも同じ仕草をすることがあり、何かを始める、際の合図とも言われている。飼い猫の場合、ちょど度品や壁紙などの意図せぬ場所での爪研ぎを防止するため、爪研ぎ台や爪磨きの付属した、キャットタワーなどを用意しておくと良い。また、爪研ぎする場所も教えておく必要がある。爪を切る場合、猫の鍵爪の根元側は、肉、神経、 血管が通っており、先端部分だけを丁寧に切らなければならない。ピンクがかった髄の部分を切除すると苦痛を訴えたり、場合によっては、出血を伴う恐れがある。また、外科的に爪を除去してしまう手術があるが、本能と深く結びついた道具を失うことになり、ストレスや問題行動の原因となる可能性があるため、この手術を禁止している国は多い。 猫は肉食動物が持つ狩りの武器をすべて持っているが攻撃する際には前足や後ろ足がよく用いられる。前足を前に差し出しスナップを効かせて攻撃対象を招き寄せるかのように足裏で攻撃する攻撃方法は猫パンチと呼ばれる。また前足で攻撃対象をしっかり抱きかかえて倒れ込み後ろ両足で蹴りを繰り返して入れる攻撃方法は 猫キックと呼ばれる。いずれの場合も、自由に出し入れできる鍵詰めを出して攻撃することで、より高い攻撃力が得られ、急所にとどめを刺す。噛みつきも、子猫同士の特っみ合いなどでよく用いられる、攻撃方法である。攻撃対象をしっかり抱きかかえた状態で使われる、猫キックと同時に用いることもある。 体が柔軟なので頭の周り以外をくまなく舐めることにより空気層を作り保温、唾液により体温低下、清潔になる。また、濡れた毛を乾かす。舌の届かない部位は全身に唾液を含ませて拭く。猫が顔を洗うと雨が降るというが、晴天でも顔を拭く。足を舐める際に爪を噛んで引っ張って、爪研ぎをする。鳥類や毛皮を持つ。 哺乳類においては、皮膚から毛皮や羽に皮脂を分泌し毛づくろいすることによって、口からビタミン D を摂取しているとの説もある。尾から伺える感情としては、以下のようなものが挙げられる。水槽の金魚を狙う猫待ち伏せ忍び寄り型捕食者で、ある猫の特性は、様々な身体的特徴として見ることができる。長く追うことで疲弊させる、あるいは、 組織的な罠によって追い詰める追跡型捕食者である。犬か動物とは対照的である。尾で魚釣りをする。動くものに興味を示し捕まえようとする傾向が強く、猫じゃらしなどの玩具がある。狭いところに入る傾向があるが、餌のネズミなどを探す習性によるとされる。自動車のエンジンルームに入ることもあり、猫バンバンが提唱されている。群れは作らないが、 地域の野良猫の密度が多い場合などは、独立した縄張りを持つことが濃いで、ある程度の順位が存在する。そのような猫たちは同一の場所に定期的に集まり、猫の集会などと呼ばれる。互いに安否確認などをしていると考えられている。複数害などではじゃれあったり互いにグルーミングしたりといったコミュニケーションをする。また、 初対面の猫同士が鼻を付け合うことがあるが、相手を確認する挨拶とされる。クリスティン・アール・ビターレラの2019年の研究によれば、猫は自分にとって見覚えのある人間よりも自分に注意を向けてくる人間とより長く接触する傾向があった。斎藤茂子による2019年の研究によれば、犬ほど熱狂的な反応ではないが、猫は 人のジェスチャーを理解し、自分の名前を聞き分けているという。喧嘩長い威嚇行動を経た後に双方を引かない場合には、衝突に発展し、威嚇には、一方が低音でうなると他方は、高音で返すなどの特徴が伺える。通常は1対1の喧嘩であるため、人間が喧嘩の声に似せて、横槍を入れると、気味悪がって喧嘩を中止することもある。喧嘩。 格闘は、飛びかかりやすく有利な交渉を制した側が優勢で、そのため、戦略的ポジションを探りながらの威嚇が長時間続く。格闘になると、ほんの数秒で決着する。多くの場合、相手に痛手を負わすまでの戦いになるまでに勝敗が、決する。喧嘩をしている猫を抱き上げると、たけり立った猫は、見境もなく、主人にでも噛みつき、人が怪我をする可能性がある。 喧嘩をやめさせたければ、水をかけるのが、最善の方法である。排熱で暖かいためノート PC の上を好む猫は、多い。暖かい場所を好む習性があり、室内で火の当たる場所がない場合、パソコンやファクシミリなど排熱が大きい機器の近くに移動することが多い。この際排尿することもあり、電子機器の破損につながることもある。猫はこれまで、 四季が近づくと姿を消すとの風説は、日本では遅くとも、江戸時代には見られ、江戸時代に、貝原駅剣が残した、生物学、農学書である、山和本蔵の第十四巻には、ボンソネコの他獣といること9ありと書かれており、死ぬる自人に隠れて人の踏み所に手しすと、記述されている。また、民族学者の柳田国尾は随筆、ドラネコ観察記の中で、 第一に、猫の終わりというものが、いつの場合にも、我々のチゲの外にあったと語っており、昭和時代には、死ぬ、間際の猫を、人は知らない、という考え方が、我々という、共通理解の上にあることを前提としている。現代における、見解イギリスの動物行動学者である、デズモンド・モリスは、辞書にて、 なぜ死ぬ時に一人になりたがるのかということについて言及しており、彼はこの現象を偶然ではなく猫の行動の典型的な特徴であると述べ、その理由を闘争、闘争反応の一種ではないかとの推測を示している。すなわち簡単にまとめれば、猫は体調不良を抱えた時、その不調の原因を見えない敵からの攻撃と解釈し、逃走。 闘争反応で対応しようと動くものの、肝心の戦う相手がいないために、必然的に残された闘争の方に頼るしかなく、結果として身を隠す行動へつながり、具合の悪い状態で見えざる、敵から隠れていれば体調が回復しないまま、死んでしまうこともあって、人目につかない場所で猫が死ぬ現象が発生するということになる。1992年。 アメリカのマキュンは、悪い環境に置かれた猫は、積極的に異常行動を示すというよりも、むしろ不活発になるとの調査結果を発表している。動物生態学博士の山根秋広は、屋外にて、事故や襲撃にあったり体調を崩してしまっても動ける、余力のある場合は、猫にとっての安全な場所である人目につかない、遮蔽物の多い狭い空間に、本能的に身を隠すので、 症状が深刻だと見つけることができる前にそのまま死に至るケースが多くなるため、人からは死期が近づくと姿を消すに見えてしまうことがあるとしている。王診専門動物病院のワンニャン保健室委員長を務めるエモト公平によれば、猫は自分の死期を悟ると飼い主にいつも以上に甘えたり、最後の力を振り絞って元気な姿を見せるなどの、 行動を取ることが多いという。また、エモとは、その行動に対し、四季を悟った猫が飼い主に対し、感謝の気持ちを示しているのではないかとの見解を示している。人類と猫との歴史の記録は、猫の家畜化が認められる古代エジプトから始まっており、関係する文化や風習、創作物、あるいは日常生活や社会における関わり合いについては、 猫の文化で解説する。日本では、鳴き声の語呂合わせから、ペットフード協会の制定により2月22日が、猫の日とされている。イギリスやアメリカでは、犬と猫の飼育頭数は、ほぼ同じであり、アメリカでは30%以上、ヨーロッパでは24%以上の家庭で、猫が飼育されており、この数字はなおも、増加傾向にある。日本でも、 犬と並びペットとして飼育されている。国内の予想飼育数は、ペットフード協会の調査によると、2016年時点では984.7万頭。この値は、犬の987.8万頭より、若干少なかった。しかし、2017年時点の同調査で、猫952.6万頭、犬892.0万頭となり、 同調査が開始されてから初めて逆転した。この背景には高齢化社会によって飼育のしやすさが考慮されたことや2010年代に入り起こった猫のミクスと呼ばれる猫ブームが挙げられる。イスラム圏ではムハンマドが猫を愛したというスンナが残っていることから非常に尊ばれる生き物となっておりペットとしても人気がある。ありがとうございます。